このせちがらい世の中に一つの悪も許さない。皆が平和に暮らせるならば迎え撃つ敵がいる。恐るるに足らん。ワン・ツー・スリさあ道を切り開け、まあ、この世の中にはですね、とても理不尽なことが多くあります。で、おとぎ話もね、よく考えるとなんでこんなに理不尽なんだろうというような物語がいくつかありましてね、今日はそのおとぎ話の理不尽な曲を歌わせていただきたいというふうに思います。水を飲むなら僕がしゃべる機会ないと思ってくださいね。全然段取りが悪くて、はい、準備はよろしいですか。ワン・ツー・スリなぜどうしてあの時は正しい。
ね。バカだね。寄せないのに。私浦島太郎。助けた壁に連れられて竜城へ行ったの。飲めや舞台が大騒ぎ。朝から晩まで夢心地。だけどそれ宮城にもらったためだろう。明けたら白い銀河系煙の中から出てきたのは何もないからの食べ箱。体の様子がおかしくて喉に通ったミスタッピー。そこにいたのは島だらけ。開けなきゃよかった。玉手箱。いや普通土産開けるでしょ。もらわなきゃよかった玉手箱。乙姫様がどうしてもって言うから。行かなきゃよかった遊具所。カメがどうしてもって言うから。3日遊んで700年。わしカメ助けただけ。なんでなんでなぜなぜどうしてあの時は正しい。バカねバカねバカね寄せばいいの。私キジです。お腰につけた黄身団子ひとつ私にくださいな。おいしい大好き黄身団子お口に入れれば夢心地。だけどそれ引き換えに言った鬼たち団子ひとつで命だけ。あいつは未だに右腕が上がらん。犬も必死に戦った。牙の抜け落ちたあいつは今や負けんや。手柄と宝は桃太郎。あいつこそ鬼や。鬼やなぜなぜどうしてあの時は帰ったら、あれはどういう意味なのというふうに子供に聞かれたらですね、うまくごまかしてください。まあでもね、私も大人になってみてこの曲と巡り合った時にですね、あ、そういえばそうだったなと。なんでこんなに理不尽なんだろうと、ね、あの話から出る教訓は何なのかっていうのがね、もし皆さんお分かりになったらね、どしどしお寄せください、ね、よろしくお願いいたします。ということでですね、続いてお送りする曲はですね、ソレイユの新曲でして、最近ですと何ですか、花子と番でしたっけ、NHK のね、朝やってる、なんていうんですか、あれはテレビ小説ですか、ドラマの朝ドラですね、朝ドラで、山梨君がね舞台になっております。で夕方にはテテテ TV なんですってね、やってますよね。まあ、山梨県のあの方言もまあきついですよ。ということで、まあせっかくですから我々山梨県で活動しておりますのでね、この方言にちなんだ曲をですね、今日はこれはムーチョですか。まあムーチョっていうのはね、音楽のジャンルかどうかわかりませんけれども、まあサンバカとか、そういったものがもうごちゃ混ぜになってます。そしてですね、今日はアカペラでやっては一番いけないことですね、楽器を持ちます。もうね、結成10年目で何やったっていいんだよ、何やったっていいんだということで、皆さんが盛り上がってくれれば結構です。ということでお聴きください。テテテムーチョです。
Thank you.
俺たち